はいどうも、マノッチです。よろしくお願いします。ラストイニングやっていきましょう。5月22日、今現在のチーム順位がこんな感じです。今回巨人戦です。頑張っていきましょう。はい、今回の野手はこんな感じで、いきたいと思います。こんな感じです。はい、こんな感じです。で、ピッチャーなんですけど、調子悪いけど、今回、北貫選手でどうしても行きたいなということで、北貫選手で行きます。頑張ります。勝ちましょう。今んとこなんやかんやで、動勝ちは全部勝ってるか。苦戦することもまあまああるけどね。勝ちましょう、今回も。いやー、北貫選手ね、調子良ければよかったんだけど、まあ、前回のね、西口選手みたいに、あまりにもこう、試合作れなさそうだったら、もう即変えましょう。頑張って。そういえば巨人のなんかなったんでしょ、巨人のスタッフかなんかに久貫選手はよかったよね。このプロ野球選手ってあれだよね、引退した後大変だよね、仕事を見つけるのも。だっておそらくバイトすらしたことない人たちでしょ。そうですね。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。球団がね、引退後にね、面倒見てくれなければもうどうしようもないもんね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージと。このピンチ、見逃しで三振を奪いました。似てるっちゃ似てるな。直球。初球打ち、これはどうだ。ボールを拾って惜しい。ちょっと待って、マイコラス選手なんかあれでね、アップデートですげえ能力高くなってるよね。素晴らしいですね。俺の中ではもうちょっと高くてもいいんじゃないかと思ってるけどね。初球ボール、アップデート前がひどすぎたもんね、ちょっとね。ナイバッチ、長打。初球ボール。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。頑張れ。そうですね。高め打ちました。高く上がった。どんまい。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて。ファウルグラウンドで掴んで、ツーアウトです。長打は3割6分打ってんだ。初球5、高めちょっと外れたか。頑張ってボール先行です。ナイバッチ、素晴らしい。ドラゴンズチャンスになる。コンパクトでうまいけどな、うまいけどな、惜しかったね。変化球、どこまでいけっかな。ゼフ長ってのがね、相当なんか引っかかってはいるんだけど、うまい。ああどんまい、しょうがないわ。よし、先ほど小林誠司頑張ってほしいな、来年。よし、変化球、ナイバッチ。いやー、点欲しいな。送りバントだな。いいよ、コンパクト。どんまい。さあ打ってください。なかなか点取るのが難しそうだな。思ってた感じとは違って草貫選手がいい感じなんだよね。あんまり調子の悪さを感じさせないというか。よし、いいんじゃない？コンパクトでとりあえずヒットで素晴らしい。いや、どうする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 。これ先制のランナーが出塁。送っとくか送っとくか。で小笠原と由伸でなんとか返すって感じにするか。打たせたい気もするんだけどな。送ろうか送ろうか。レベル8だし綺麗に送ってくれるでしょ。外へのスライダー、ここは見極めています。バントしました。うまい。送りバント成功です。でここで1点取る。球種に張るはじゃなくコースで張るか。内角待つか。これで初球は何から入ってくるか。際どいコース見送っています。打ちました。うわー、一塁送球アウト、ツーアウト。欲しいな1点。ここがちょっとね、ここが勝負だ。使えないな。初球ボール。バッターボックスの高橋、今シーズンの由伸さんに期待します。4分3厘となっています。4番なのでね、もっと勝負強さがないと厳しいですね。さすがだね、ナイピッチだわ。頑張れ。うわー、出したくなかったな。これは出したくなかったな。うわー、うわー、どうしよう。よし、外角でいいでしょう。うわー、さっきのうちと同じ状況でしょ。ワンアウト三塁。やれた。ナイバッチ。わあ、ごめん。いや、なんとかしよう。なんとか点取ろう。なんとか点取ろう。直球で。小話もしたいけどな。余裕はないんだよね。全然余裕がないんだよね。惜しい惜しい。じゃあとりあえずレベル高いので。どうやったらこのピッチャーから1点取れる？今日やたらスタミナの減り早いね。いやー、草抜き頑張ってんのになー。し、どうにかしてあげたいね、本当にこれは。この投球内容で巻きつくのはかわいそうだわ。どうにかしてあげたい。変化球でもう5回か、もう5回か、早えな。全然もう打てる気がしないんだよね。すげえピッチャーと当たっちゃったな。いやー、北之木さんすごいっす、本当にすごいっす。いい感じの省エネピッチングじゃないですか。フォアボールがちょくちょく出ちゃうな。まあしょうがないんだけどさ。これ、ここが勝負だ、使ってくんじゃねえかな。ちょっと待って、亀井選手って右も左も両方それなりにうまいよね。左がうまくないんだ。そっか。出すか、左ピッチャー出すか。アンダーソンびっくりしたよ、見た目変わってんだもん。これ当倍だね。あ、何投げちゃった。外角、いや勝負していきたい。よし、外角投げてほしいな。避けろか、避けろでいくんじゃないか。全然外角投げなかったけどね。今日はボールが多く苦しいピッチング。ブルペン、やっちゃうな。さあ、塁出よう。おお、長打レベル8、これは期待できるぞ。いや、よし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 、どうすっかな、ダイソー出すかな。迷うな。いや、出さない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 、出してもいい気がするな。出さない。よし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 、使うぞ、使おう、頑張ってくれ。さあ、まず1球目、ライトに持っていった。うわー、これ点入んない点が入らない。コンパクト8、熱いね。なんだ急にこんなレベル上がってんだろみんな。見せてください、あの流し打ちを。低め、いいところに持ってきましたが外れます。いや、振っちゃいましたね。はい、外のどうしたの、すごいボール球振ってるよ。一球もストライクゾーン入ってないのに。代打、どっちかな。いや、和田一番レベル高いのいきましょう。これが1球目。1点欲しい、1点でいい、1点欲しい。見逃しましたが1点が取れねえんだよ。なんか変えるところある。ああ、ここか。平野選手出して取り替えてリリーフ。さて、この岡本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、スラッガータイプのスイングですが、ややパワー不足ですね。ただ長打は十分期待できますよ。頑張れ。そうですか。1点かな。ほんと遠いな。まあ、マイコラス買えないよな。よし、お疲れ。もう1イニングいってもらおうかな。いや、ここで代打出すから。いや、待って、代打。東出って俺入れてなかったっけ。いるじゃん。頼むわ、塁出て。頼む、頑張って。うまい。ああ、うわー、お疲れ。いやー、どうしようかな。竹原取っとくかな。どっかで使うと思う、なんとなく。ということで松中。ここでホームラン打ったら同点だからね。長打しかレベル高くね。ランナー貯めていきたいんだけどな。よし。惜しいな。いや、次のイニング勝負だよ。次のイニングね、頑張ってもらいます。なんだ、何が必要だ。キャッチャーか。1点がな、マジで遠いな。外角の指示出しておいた方が良かったかな。よし、危ない、なんかドキドキした。よし、1点取るよ。変化球。くそ、どうやって打てる。いや、もう変化球だ、変化球。走れ。よし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 、ダイソーちょっと待って、ファーストやってんでしょ。井端選手をサード持ってって小笠原をファーストでいいのか、で早坂選手を、ショートか、いけるな、大丈夫だな。絶対走るぞ、ここぞというタイミングで走ってやっからな。1球目は違う、多分外すと思うんだよね。いく、よしよし、あとはコンパクトで打ってくれ。さあ仕留められるか。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ピッチャー交代。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのはマシソン。これが初球。初球大玉です。これが2球目、うまい、ああ、掴んでスリーアウト、追いつくことはできませんでした。同点のチャンスが、あ、ファーストできるんだ。じゃあそのまま入れとくか、入れときましょうか。じゃあこのままで。いやー、参ったなー、1点が取れないなーおっと、どうした、イニングまたぎは嫌いだったかい。ピンチでねえが、よし、まだ使ってなかったの、名称すぎない名称すぎないか、まだ使ってなかったの。うーわ、これはやられたぜ。なんか俺ヤクルトの企画の時もなんかやられてたな、巨人にうわー、痛い重い2点、うわー、ダメだ、崩れた、いやピッチャーつぎ込む、左なんか苦手って書いてなかった、左マイナス2か、マハラしかいねえじゃねえかよ、左得意なのいやこのまま行こう。困ったなー、うわ入らない、スタミナもない、もう外すなら外しいよ、外すなら外しい、よし、お疲れ、よくやってくれた。さあここから点取っていきます。2点ね、2点かどうやって取るよ。あ、キャッチャーいなくなるけどね。知ったこっちゃないよ。キャッチャーいなくなってしまいますがね。レベル低っレベル低っよし、盗塁は怖くてできないから打たせます。初球ボール。さあ2球目は何か、大きく外れてボールになります。ボール先行です。インコース普通に終わった、普通に終わってしまった。いやー、ヒット8本打って0点か。西さん、あと1本が出なかったですね。いやー、もうこれはもうね、采配の差じゃないですか。俺もね、9回にここが勝負だ疲れた時はびっくりしたもん。すげえなと思ったわ。だって俺、自分がどこでここが勝負だ使ったか大して覚えてないからね。面白かったけどな、面白かったけどな。せめて1点取りたかったね。特にあの9回もうちょい粘りたかった。よし、次からは交流戦ですね。取っていきましょう。よし、終わろう。まあ面白かったです。はい、そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。